シュラマル。メイコさん、ちょっとお話ししましょうよ。私あんまりメイコさんとお話できてないから、もうちょっとちゃんと喋ってみたいなと思うの。あら、ミオリさんじゃない。嬉しいわ。ミオリさんがそんな風に思ってくれてるなんて、私感激よ。そうよね。この私が話したいって言ってるんだから、泣いて喜ぶほど嬉しいわよね。さすがに泣いてはないけど、本当に嬉しいわよ。それで何を話したいのかしら。そうね、まずは私についてたくさん知ってもらいたいわ。ほう、つまりは自己紹介ね。いいわ、聞くわよ。さあどうぞ。めちゃくちゃノリノリね。当たり前よ。だって新しく人と仲良くなれるのよ。これ以上に尊いことはないわ。人と人とのつながりは宝よ。別ベクトルでなんか重いわね。そうかしら。それで自己紹介待ってるわよ。ああそうだったわね。私は両親の都合で数年アメリカにいたのよ。いわゆる帰国子女ってわけね。帰国してからというもの、日本との文化の差に驚いたわ。日本のナンセンスなところばかりが目についちゃって、ほんとやだわ。そうなのそうなの。帰国子女って話は前にちょっと聞いた気がするけど、みおりさんも大変ね。じゃあ英語とか話せるのかしら。よくぞ聞いてくれたわね。もちろんペラペラよ。舐めてもらっちゃ困るわね。舐めてなんかいないわよ。でもすごいわね。私実はあんまり外国語得意じゃないから、ペラペラなのは尊敬するわ。でしょでしょ。もっとチヤホヤしなさい。私はすごいの。すごい自信だこと。そんなに自分に自信があれば人生生きやすくて楽しそう。私も見習わなきゃね。ポジティブ最高よ。いや、なんか思ってた反応と違うんだけど、もっと崇めなさいよ。崇め立てまつるってか。もう今日はいいわよ。それじゃあね。あれ、結局みおりさんが帰国子女ってことしか聞けてない気がするんだけど、もっと話さなくていいの？小一時間くらい話してましょうよ。仲良くしたいわ。みおりさん、私の名前はメイコと言います。めげない、諦めない、すべてを楽しいことに変換して人生楽しくをモットーに楽しい毎日を過ごしています。今日メイコと愉快な仲間に仲間入りしたのはみおりさん。自分から仲良くしたいと、あれ、喋りたいでしたっけ。まあいいや、とにかく仲良くしたいと言ってくれた上に自分から自己紹介をしてくれたいい人です。しかも私と同じで自己肯定感の高いポジティブときた。これはもう親友になれそうな雰囲気ですね。そんなみおりさんは同じ幼稚園の中でもあまり話したことのないママ友でした。はたから見るにみおりさんはいろんな人とお話ししに行っているようで、コミュニケーションを積極的に取りに行く素敵な方なんだなという印象を受けます。そしてどうも毎回最初の自己紹介では帰国子女というのを自己アピールしているようなのです。英語喋れるのは素直に尊敬ですね。私は国語でさえちゃんとできているか不安ですよ。さあ今日も新しい人と仲良くできるといいな。ねえねえねえ、ちょっと本当なの？私も連れてってよ。メイコさん、メイコさん、メイコさん。おお、なんだなんだ、一体全体どうしたっていうの？みおりさん、ずいぶんテンションぶち上がってるみたいね。いいわね、そのテンション。私もそれで行こうかしら。今のそのテンションに加えてもっとテンション上げていくの？それはみんなのためにもやめた方がいいわ。私が言うのもなんだけど、正常な常識人まで異常なテンションに振り回されそう。あら、そうかしら。みおりさんはみんなのことも考えられてすごいわね。偉いと思うわ。偉いって、メイコさん最年少ママさんでしょ。なんかメイコさんって年上感あるのよね。やった、それって何、大人っぽいってこと？褒めても何も出ないわよ。あ、そうだ、今度お茶でも行く？おごるわよ。しっかり出てるじゃない。って、そうじゃないのよ。あ、そうだったわね。本当なのって聞いてたけど、一体何の話かしら。家族でルーマニアに行くって話よ。ちょっと他のママさんに聞いたのよね。なんでも旦那さんの親戚に会いに行くらしいじゃない。ああ、それのことね。確かに今度行くわよ。もう何年も顔出してないからね。向こうも旦那に会いたいって言っててさ、そろそろ会いに行こうかと予定組んだのよ。
そうなのね、そうなのね。私も行きたい。え？びっくりしたわね。県外旅行について行きたいっていう人はいたけど、海外旅行までついてきたいって人は初めてよ。大胆でいいわね。でしょ？連れてって。でも無理なのよ。なんで？いいじゃない。だって海外だし、私たちは親戚に会いに行くんだもの。あんまり観光なんかしないわよ。観光なんか一人でするからいいわよ。だって私帰国子女だもの。帰国子女の本気見せてあげるわ。これで通訳いらないわね。どう？ありがたい？あら、それは心配いらないわ。旦那と私、日常会話だけならルーマニア語喋れるもの。な、何よ。それでも私ついていくわよ。粘るわね。それならこうしましょう。行き帰りだけ一緒。私たちは親戚の家に泊まるけど、みおりさんは別の宿を取る。そして全部別行動。これでどうかしら？まあそれくらいなら仕方ないわね。なら話はまとまったわね。分かってると思うけど、当然自費でお願いするわよ。もちろん自費で立て替えとくわ。ん？まいっか。じゃあ当日よろしくね。行き帰りだけだけど。はーい。当日。ねえみおりさん。ん？何かしら。私たちとはもう別行動になったじゃない？そうね。でもさっきまでバスで一緒だったわよね。まさかあの辺にホテル取ってるの？そうなのよ。味のあるホテルでね。高級ホテルでもよかったけど、やっぱり海外に来たらその土地の特色が出る小さなホテルとかの方が私は楽しめるのよ。それはいいんだけど、観光スポットなんかこんなとこほとんどないわよ。いいのいいの。景色を見たり、その辺のお店でショッピングでもするわ。そう、まさかこんな田舎までついてくるとは思わなかったから、正直私心配よ。大丈夫だって。私帰国子女なのよ。田舎も余裕余裕。英語万歳よ。え、英語？じゃあね。数十分後。ねえ、なんで？本当ありえない。ちょっとメイコさん。あら、どうしたの？何やら慌てているようだけど。どうしたのじゃないわよ。なんでなの？もう意味わかんない。だからどうしたのよ。大丈夫？大丈夫なんかじゃないわよ。どうして通じないの？ん？どうして英語が通じないの？あー、なるほどね。何よ、おかげでろくに楽しめないわ。だから忠告したのに。ここまで田舎になると英語なんか通じないわよ。え、どういうこと？観光事業が盛んな都市部なら通じることも多いわ。それに大学生とかの若者なら英語を習っているから、簡単な英語なら通じるのよ。でも田舎まで来ると年配の方も多いし、母国語しか喋れない方が多くなってくるのよね。そんな、こっちに迎えに来てよ。旅行期間中ホテルに缶詰なんて嫌。ごめんなさいね。そうしてあげたいけど、もうバス出てないのよ。申し訳ないけど迎えに行けないわ。でもみおりさんは景色とかでも楽しめるのよね。それならこの辺はのどかで綺麗だし、全然楽しめるわよ。ファイト。ちょっと待ってよ。ルーマニアの田舎の方では英語が通じないことが多いと知らなかったらしい。みおりさん、先に伝えておけばよかったですね。でもてっきり都市部に残るものだと思って、必要ないと思ってしまったのです。まあ今更ですね。みおりさんがバスを降りた場所はすごく綺麗な場所なので、言葉がわからなくてもきっと美味しい空気を吸って満喫できるに違いありませんと思っていたのですが、帰国してから問題は起こりました。なんでこうなるの？言葉通じなくて全然楽しめなかった上に、出張でいないはずの旦那が帰ってきてたのよ。メイコさんの仕業ね。私が帰国子女マウント取ってたからって。あらあら、そうだったの。災難だったわね。あれ、でも旦那さんが帰ってきて何の問題があるの？っていうかマウントって何よ。全然気づかなかったわ。ってことで私は何も知らないわよ。嘘つき。念のため言っておきますが、本当に私は何もしていません。聞いたところによると、彼女が帰国して家に帰ると出張でいないはずの旦那さんが鬼の形相で待ち構えてたそうですよ。
実はみおりさんが今回の旅行で使っていたクレジットカードは旦那さんが普段の買い物用にと渡していた旦那さん名義のカードだったとか。今回結構いい金額が海外で利用されたということで、名義人の旦那さんに海外で不正利用されているかもしれないと連絡が入ったそう。そのことについて奥さんであるみおりさんに話をしようと連絡したところ、ちょうど飛行機に乗っている時だったらしく、繋がらなかったというわけです。何かおかしいと思った旦那さんは仕事を切り上げて帰宅、みおりさんの実家に連絡したところ、子供を預けて海外旅行に行ったとのこと。そういうわけで全てを知った旦那さんが鬼の形相で待っていたわけです。無断だったそうなので、当然叱られ、自分で使った分を返すために旦那さん方のご実家のブドウ農家に働きに出されたんだそうですよ。ただでさえ長時間の移動で足腰疲れ果てているのに、慣れない腰を曲げての作業で腰痛に悩まされる日々なんだとか。そうそう、実は旅行にかかったお金は私に請求するつもりだったそうですが、帰ってすぐ旦那さんに見つかったので被害はゼロでした。ちなみに先日、迷惑をかけたと旦那さんからブドウが送られてきました。甘酸っぱくてすっごく美味しかったです。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録・高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。